東大にガチでいたヤバいやつ。校内の茂みに隠れて花の蜜吸ってるやつ。東大にガチでいたすごいやつ。退学編。おはよう。あ、おはよう。最近みゆきちゃん授業来てないね。ああ、みゆきなら最近俺と結婚して妊娠して退学したよ。うん。同じクラスで付き合って結婚して家庭築いて退学したやつ。東大にガチでいたすごいやつ。童貞編。なあ。ん？これさ、何？卒業したわ。え、マジ？いいなあ。ああ、悪いね。キスしたら童貞卒業だと思ってるやつ。東大にガチでいたすごいやつ。振動編。高校の偏差値は？富山県公立で偏差値55。部活は？陸上部インハイ出場。彼女は？200人。顔は？イケメン。大学は？一応東大です。おう。完璧すぎてムカつくやつ。東大にガチでいたすごいやつ。自慢編。勉強法というより、自分ちょっとの自信とあと笑顔があれば、まあ、どんな局面においても、まあ、絶望することなく立ち向かえるんで。俺はここに受かりに来ている。お前らは受験料を納めて落ちるかもしれないけど、俺は受かりに来ている。確固たる自信があれば絶対勝てます。受験は自慢、まあ、俺という存在、自慢、自信、圧倒的勝利感。圧倒的勝利感やつ。東大にガチでいたすごいやつ。たまごっち編。たまご、たまご、たまごっち。毎日大吉。たまご、たまご、たまごっち。ピッチリバッチリベリバッチ。たまご、たまご、たまごっち。毎日とも大吉。たまご、たまご、たまごっち。たまご、たまご、たまごっち。レディゴイエイ、はしゃごイエイ。たまごっちイエイ。大津くん。そういやピデってさ、なんで東大入ったの？家が近かったから。家が近かったやつ。よし、落胆回避。マジかよ。あぶねえ。え、ピテってさ、本当に勉強してないの？え、してないけど。それで普通に単位取れるってすげえよな。いや、俺からしたら君らの方がすげえよ。え？なんでそんな勉強すんの？授業の1回で理解した方が早くない？授業で全部覚えるやつ。ピテさんってなんで東大入ったんですか？おっぱいのためかな。大学生活で一番何が楽しかったですか？いやー、おっぱいなんよな。部活で一番の思い出は？いや、おっぱいなんやろな。あ、じゃあ東大で。おっぱい。マジでおっぱいしか言わない OB。